あなたは自分の夢や思いを馬鹿にされた経験はありますか馬鹿にされて諦めたことはありますかもしあったらば、この動画をぜひ見てほしいです。ない場合はすぐ閉じてもらっていいです。えどうもえ申し遅れました。が、僕は加藤ちゃんと申します。え僕は、えー、ずっと馬券で大金を掴むんだという、そんな夢を 100万円を掴むんだという、そんな夢を掲げてずっと馬鹿にされてきて、実際失敗もしてきましたが、えー、前在さん2020円まで行ったんですが、なんとか早上がってきて、自分の夢を叶えた加藤ちゃんと申します。えー、今回、夢に悩む、もし自分の思いを馬鹿にされているというあなたに、え、元気を与えたいな。そして、ま、僕自身の理念が社会、社会ですね。こういう社会を作りたいっていうのがあって、 何か心折れそうなっても自分の夢を諦めずに物事を追求する。そんな人が溢れる社会になってほしい。まあ、諦めると一人でも減ってほしいな。そんな社会ができたらいいな。そんな風に思って発信活動をしています。えー、今回、もしあなたが自分の夢とか思いをバカにされた時に覚えてほしい、覚えておいてほしい話が一個あります。僕もこの話で何度も心を救われてきて、えー、折れる、 俺かけたことあっても俺ずにここまでやって来ることができ、来ることができましたえ。何の話かというと、あなたは焼肉のホルモンの話をご存知ですか焼肉のホルモンです。あの、美味しい美味しいホルモンですね。まあ人によって好みがあるんですけど、まあけどあなたが好きか嫌いかは関係なくて、ホルモンの話を覚えておいてほしいです。何かというと、ホルモンって元々はどういう語源か知ってますかあなたは。あれ、実は、 ホールモンって意味なんですね。ホールモン。ホールとは捨てるという意味です。つまり、捨てるものっていうのが、ホルモンの意味なんですね。本当は。けど今どうでしょうかあのホルモン。今では、あの、噛むために出てくる雰囲がたまんねえんだよなとか、なんなら一番好きって人いいますよね。つまり何が言いたいか。もともと、ホルモンのようにホールモン、捨てるものとみんなから見なされて相手にされなかったものでも、いずれ、いずれというかまあ、好きって言ってくれる人は必ずいるんですね。 つまり、今あなたが誰かに自分の夢とか思いを馬鹿にされていて、悔しい思いをした、している、辛い思いをしている、した、という経験があっても、絶対受け入れてくれる人はいます。まだ出会っていないだけです。この、まだっていうのを大事にしてほしいです。ホルモンになぞらえて。ホルモンになぞらえて、ホルモンの話になぞらえて、まだっていうのを意識する人に、まだ、まだ出会ってないんだ。もし僕は、最初だったら嬉しいですけど、まあ、最初なくてもいいんですけど、まあ、夢を、 王に当たって何かヒントをくれたとか、そういう思いをくれたという人になれたら嬉しいと思ってます。なぜなら僕はずっと、えー、自分の馬券で100万円掴むんだっていうのを馬鹿にされてきて、実際失敗もして、前代差20 2020円まで行ったけど、大逆転できたんで、本当につかったっす。でもこ、そのホルモンの話を聞いて僕は立ち直りました。なんであなたにも、えー、この話をぜひ覚えておいては折れずに、心折れずに、目標夢を追いかけてもらいたいなと思って話してます。 それでは何かの役に立ったら嬉しいです。ホルモン、ホルモン、捨てられるものでも、好きと言ってくれる人が現れた。今あなたが誰にも受けられない、誰かに、誰かに馬鹿にされている、そんなホルモン状態でも、好きと言ってくれる人は絶対いる。受け入れてくれる人は絶対います。僕はその一人でもあります、実際。それでは、ありがとうございます。失礼します。えー、動画を最後まで見てくださったあなただけに言うことなんですが、 もしあなたが馬券で夢を追いかけているということであれば、僕、馬券術の発信をしてます。このように人生単位における、人生単位でいい花、役に立つ話ていうのも、込めてブログを書いてます。なので、動画を見て意欲が高まっている今があなたが一番内容を頭に入るので、今すぐ下記の動画説明欄の中にありますブログリンクをクリックしていただいて、馬券術の方を見ていただけたらと思います。馬剣、興味ない方は結構です。それでは、ありがとうございます。失礼します。